立憲民主党副代表の森裕子でございます。私は立憲民主社民の会派を代表して質問いたします。岸田総理、ご就任誠におめでとうございます。偏狂なナショナリズム、今だけ金だけ自分だけ、忖度政治、もう飽き飽きなんです。穏健な保守を代表する岸田総理にご期待を申し上げております。今年8月、新型コロナウイルスに感染し、自宅療養中だった妊婦の方が入院先が見つからず、一人自宅で出産、赤ちゃんが亡くなるという、本当に痛ましい事件が起きました。私は3人子供を産み育てましたが、たった一人で出産するなんていうことは、想像したことはありません。どんなに怖かったでしょう。どんなに苦しかったでしょう。胸が詰まる思いです。私たちはオリンピック開催下で感染爆発し、医療が崩壊の危機に瀕している、そんな状況から国民を救いたい、国会を開いて迅速に対応することを何度も強く求めました。いえ、懇願しました。でも自民党は、公明党は、政府は、応じてくれませんでした。私は参議院予算委員会の野党筆頭理事です。岸田総理、予算委員会開きませんか。1年前の今頃も感染は小康状態で、でも第6波は必ず来ます。そして苦境にあえぐ生活者、事業者はもう限界なんです。今審議をして予算を通さなければもう間に合わない、そう思いませんか。見解をお願いいたします。総理、野党の修正が反映された特措法の改正によって、臨時医療施設はいつでも開設できるのに、菅政権は国主導で開設しても医療従事者の確保が困難だと言ってきました。しかし、オリンピック対応の医療従事者は7000人も集めました。なぜオリンピックのために集められて、自宅で放置されているコロナ感染症患者を救うためには集めることができないんでしょうか。総理、教えてください。消費税を使って公立公的病院を削減する地域医療構想はもうストップしませんか。安倍菅政権はコロナ禍で病院のベッドを増やさなければいけないのに、ベッド数を削減するという支離滅裂な政策を進めてきました。こんな馬鹿げたことはもうやめませんか。コロナ感染症が発生した去年の1月から今年7月までの間、一体公立公的病院のベッドを何床減らしましたか。いくら予算を使いましたか。総理、具体的な数字でお答えください。この際、支離滅裂な政策をやめて、科学的根拠に基づいた合理的な感染対策に転換しませんか。新型コロナウイルス感染症の主たる感染経路は空気感染、これが今の世界の常識です。 WHO や CDC も認めています。8月18日に日本の科学者たちが最新の知見に基づいたコロナ感染症対策を求める科学者の緊急声明を出し、空気感染を前提に対策を取るように提言しました。こうした指摘を踏まえ、空気感染を前提に高性能の不織布マスク装着や換気の重要性を国民に周知し、熱交換換気装置などの導入を支援したり、公共交通機関等における換気対策を支援すべきであると考えますが、総理の見解を伺います。岸田総理の答弁に驚きました。アベノミクスの自慢話の中で、さっきもありましたけど、六重苦と言われた旧民主党政権の経済苦境とか、民主党政権の失敗から学んだとか、まるで安倍元総理が乗り移っているようで、全然岸田さんらしくないですよ。民主党政権はたったの3年ですよ。もう10年近く経つのに、まだ民主党の悪口を言わないと自分たちを正当化できないんですか。
結局悪口を言っただけで、アベノミクスの評価にはストレートに答えませんでした。総理、アベノミクスは成功したんですか、失敗したんですか、はっきりご答弁ください。過去20年間時給の変化、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、主要先進国各国では60%から80%増加しました。しかし日本だけが 9% も下落してるんです。庶民の生活が苦しいままでは経済が良くならないのは当たり前じゃないですか。この20年間のうちほとんどの期間は自民党政権でした。主要先進諸国が大幅に時給を増加させている中で、なぜ日本だけが時給が上がらずマイナスになったのでしょうか。総理、その理由をどう分析されていますか、お答えください。岸田総理は新自由主義からの転換を高らかに主張されていたと思いますが、この間の答弁で本当に転換する気があるのかどうかよく分からなくなってきました。弱肉強食、市場原理万能の新自由主義から決別するのですか、しないのですか、どちらなのかはっきりとご答弁ください。新自由主義からの決別を国民に分かりやすく示すならば、新自由主義の旗振り役であると多くの国民が認識している竹中平蔵氏と決別することをお勧めします。総理、いかがですか。また国の政策に大きな影響を及ぼしてきた規制改革推進会議、国家戦略特区ワーキンググループなど、いわゆる官邸会議の構成員は選挙で選ばれたわけでもなければ、利益相反や守秘義務について定めた国家公務員倫理規定が必ずしも適用されません。このような無責任な体制を改めるべきではありませんか。総理の見解を伺います。総理、分配を重視するというなら、なぜ庶民減税を行わないんですか。立憲民主党は消費税 5% への時限的減税、所得税の減税を提案しています。分配のために減税をすべきではないですか。なぜ減税を行わないのですか。理由をお答えください。分配を重視するというのであれば、庶民への負担増は減に慎むべきではないでしょうか。来年度後半からは後期高齢者の窓口負担が2倍になります。来年の10月からは子育て罰の厳罰化とも言われた児童手当特別給付の削減が行われ、新たに所得制限が設けられます。若い人たちから子育てと両立しながら綱渡り一生懸命働いて、税金も保険料も真面目に納めているのに、働いて収入が増えると児童手当さえも削られる、なんでこんないじめを受けなきゃいけないんだという怒りの声が数多く寄せられました。これらは我々の反対を仕切って決められましたが、いずれも中止すべきではないですか。総理の明快なご答弁を求めます。中小小規模事業者への追い打ちもやめてください。消費税 10% への増税の言い訳として軽減税率が採用され、インボイス制度の導入が予定され、今月から申し込みを始まっています。地域の中小事業者や税理士会からは、インボイス制度で取引過程から排除されたり廃業を迫られたりする免税事業者が生じる。とりわけ中小小規模事業者にとっては、インボイスの発行保存にかかるコストが大きな負担になるといった問題が指摘されています。中止してほしいという要望を地元でもたくさん受けています。総理、どう対応されるんでしょうか。ところで所信表明の中にあったクリーンエネルギー成長戦略とはどのようなものなのでしょうか。総理、昨年の12月に2050カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略は策定済みですが、クリーンエネルギー成長戦略とグリーン成長戦略はどのように違うのでしょうか。お答えください。いや、多分原発を推進するっていう意味じゃないかと私は思ってるんですけど。総理の所信表明には人口減少という言葉がありませんでした。2020年の出生数は84万人、これは国立社会保障人口問題研究所の将来推計人口より3年も早いペースです。ちょうど12年前、民主党政権の時期は第二次ベビーブーム世代がギリギリ出産適齢期でした。少子化人口減少を食い止める最後のチャンスでした。
民主党政権では子ども手当を創設しましたが、当時の野党・自民党からは、子育ては自己責任だろ、ばらまきだと猛烈な批判を受け、子ども手当は頓挫しました。安倍元総理は、子ども手当によって民主党が目指しているのは、財政を破綻させることだけではなく、子育てを家族から奪い取り、国家や社会が行う子育ての国家化、社会化です。これは実際にポル・ポトやスターリンが行おうとしたことです。などと、バカバカしい批判を展開しました。第三次ベビーブームは幻に終わりました。自民党の責任じゃないんですか。これからは親になる世代の人口が少なくなります。これから出生率が上がったとしても、出生数を増加に転じさせることは極めて困難です。この冷徹な事実を総理は認識していますか。国の存続の危機ではないですか。総理の認識をお答えください。私たち立憲民主党は、チルドレンファースト、社会全体で子どもの育ちを支えるという理念のもと、子ども子育て予算を倍増します。子ども省を創設します。出産費用を無償化します。児童手当の所得制限撤廃と対象の拡大を行い、義務教育の学校給食を無償化、高校授業料無償化の所得制限を撤廃します。まだまだあります。従来の自民党の考え方を転向しないと、このような大胆な政策は実現できません。安倍元総理が乗り移っているように見える岸田総理にできますか。明快な答弁を求めます。また、地域に根ざした農林水産業、中小小規模事業者の後継者不足などが深刻です。総理はこうした地域の人口減少にどのように向き合いますか。私たちは地域の潜在力を生かした自然エネルギー立国、多面的機能を十分に発揮できる農林水産業、農産漁村など、地方が活力に満ち溢れるような産業政策を実現していきます。野田聖子大臣にお聞きします。岸田総理は多様性が尊重される社会を目指すと言いながら、選択的夫婦別姓、LGBT、ジェンダー平等について、ほとんど意味のない答弁を繰り返しています。どうなってるんですか。これでいいんですか。自民党は選挙公約から選択的夫婦別姓という言葉さえ削除しました。賛成の人と反対の人の意見をよく聞いて、反対の人の言うことを聞いたっていうことなんですかね。参議院予算委員会の小話をさせてください。昨年1月29日、武漢からチャーター機で初めて邦人が帰国したとき、まだコロナ政府対策本部は設置されていませんでした。昼休みに当時の加藤厚労大臣になぜ設置しないのか聞いたところ、上が聞いてくれない、森先生から働きかけてほしいと頼まれ、午後の審議開始直前、翌日に対策本部を設置することが大臣席でのミニ閣議で決まりました。加藤さんからは大変感謝され、私は笑顔で、一つ貸しなと言いました。感染症二類相当の施行日前倒しも、最高裁の判例を探してサポートしました。マスクの買い占め、高値転売防止に使える法律に提案したときには、使える法律を提案したときには、江藤消費者担当大臣からわざわざお礼に来られました。誤解していただきたくないんですが、私は野党の働きに感謝をしろとか、もっと褒めてくれって言ってるわけじゃないんです。政府対策本部の設置に始まり、法律の適用、現金給付の法案など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 、実は手を取り、足を取り、野党が政府のお尻を叩きながら、後手後手であっても、なんとか対策を実施してきたのが実情なんです。しかし、自民党からは、ことあるごとに、憲法に緊急事態条項がないから、コロナ対策がうまくいかないと言われました。冗談でしょう。こんな無能な政権に、国会の審議なしに、法律と同一の効力を持つ緊急政令の制定権を認める緊急事態条項などを与えたら、一体どうなってたでしょう。憲法改正の口実が欲しかったとしても、あまりにもお粗末です。総理は、ご自身のお考えとして憲法改正、特に緊急事態条項の創設を、どうしても進めたいのですか。お答えください。2002年7月17日に北朝鲜が拉致を認め、5名の拉致被害者の方々が帰国されて以来、ただの一人も
拉致被害者の帰国は実現せず、拉致被害者の方々の消息に関する新たな情報もなく、何の道筋もつけられないまま19年が経過しました。私は2005年に横田めぐみさんのご両親と一緒に韓国の故キム・ヨンソン元大統領のご自宅でキム・ジョンイル総書記のナンバー2で北朝鮮から亡命したファン・ジャンヨプ氏と会談し、北朝鮮が死亡と発表していた拉致被害者が生きている、めぐみさんは生きていると確信しました。残念ながら横田滋さんは昨年帰らぬ人となり、お元気なうちにめぐみさんと再会を果たしてほしいというみんなの願いは叶いませんでした。今、拉致問題の解決に一刻の猶予もないという言葉の重みを痛感しています。この度の生方衆議院議員の誠に許しがたい発言について、立憲民主党拉致問題対策本部長として心からお詫びを申し上げます。立憲民主党は昨年の結党後、直ちに拉致問題対策本部を立ち上げ、私が本部長となり、枝野代表にも参加していただき、これまで家族会、救う会、特定失踪者問題調査会、関係者の皆様としっかりとお話を伺い、緊密に連携を取り、運動を共にしてまいりました。我々は拉致被害者が生存していると信じています。北朝鮮による拉致問題は、主権と人権の重大なる侵害であり、早期にすべての拉致被害者が帰国できるよう、全力で取り組んでまいります。総理はご自身が外務大臣を務められた時期もあったこの間、拉致問題について何の成果も得られなかった事実をどのように総括されていますか、その上でどのようにしたらこの状況を打開できるとお考えですが、具体的にお答えください。拉致問題は最重要課題であるはずなのに、なぜ専従の担当大臣を置かないんでしょうか。横田早紀江さんはいつまでたっても本気でないのかなと落胆されてます。総理の見解を伺います。岸田総理、今まさに我が国の民主主義そのものが危機にあると訴えてこられました。安倍元総理の118回の国会虚偽答弁や公文書の改ざんが行われ、自殺者まで出たのに、政治家が誰も責任を取らないことは、民主主義の危機かという辻元清美衆議院議員の極めて具体的な質問に対して、総理はこう答えられました。国民の声が政治に届かない。政治の説明が国民の心に響かない。こういった状況を捉えて、今まさに我が国の民主主義そのものが危機である。このように申し上げた次第です。意味がわかりません。このように国会において内閣総理大臣が質問にまともに答えない。これこそが民主主義の危機ではないですか。総理、明確にお答えください。河井案里前参議院議員の裁判の過程で、河井克行元法務大臣が業者を雇い、架空の人物を名乗ったブログ記事で、対立候補のイメージ悪化を狙った投稿をするなどのネット工作を行ったことが分かりました。日本でも選挙に勝つためにお金を使い、業者を雇ってネット工作を行っているという事実は、陰謀論の類と思っていたが本当だったのかと人々を驚かせました。しかも自民党の法務大臣です。これは民主主義の危機ではないですか。総理、お答えください。自民党本部から河井陣営に渡った政党交付金を原資とする1億5000万円が、ネット工作による世論操作に使われていたとすれば、選挙という民主主義の根幹を税金を使って歪めたことになります。総理、1億5000万円がネット工作に使われていなかったと断言してください。お答えください。今、同僚の小西杉雄亮参議院議員が行った発信者情報開示請求手続きにより、重要な問題が明らかになってきました。国会質疑の動画を編集して、本来の意図とは全く違う内容のフェイクニュースを作り上げ、拡散し、野党を攻撃してきたツイッターアカウントの運営者が法人であることが分かりました。しかも、バズフィードニュースの調査によれば、その法人は、
自民党の議員や支部との、自民党の支部との取引があることも分かりました。まもなく解散・総選挙が行われます。総理、今回の選挙ではお金を使ってネット工作を行い、選挙の結果を不当に歪めるような卑劣な行為を自民党の議員に行わさないと、この場でお約束いただけませんか。総理の明確なご答弁をお願いします。今だけ金だけ自分だけ一部の人だけが得をする忖度政治はもうやめましょう。政治を変えるのは主権者の皆さんです。そう訴えてこの場での質問を終わります。ありがとうございました。岸田内閣総理大臣。森裕子議員の質問にお答えいたします。新型コロナ対応の予算についてお尋ねがありました。